こんにちは、バーバです。今日はこのコマの折り方をご紹介します。折り紙3枚を使って作るコマで、とてもかっこいいデザインで、このようにとてもよく回るコマになります。ではこのコマ早速作っていきましょう。用意するのは15センチ四方の折り紙が全部で3枚です。1枚はこの外側の部分、1枚はこの中心の部分、そしてもう1枚はこの軸の部分になってきます。まず一番外側の部分から折っていきます。白の面を上にして、縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけます。開いてこのような向きで置き直して、今度は三角形に縦と横半分に折って折り筋をつけます。開いて4つの角をそれぞれ中心に合わせております。さらに4つの角を中心に合わせております。折り筋をつけたら、今折った部分を一度開きます。そして角が今つけた折り筋に合うように、このように内側に折ります。残り3箇所も同じように角を内側に折ります。そしてこの折り筋でもう一度内側に折ります。このように折ったら、次は角がここの角、この内側のここの角に合うように、このように角を内側に折ってしっかり折り筋をつけます。残り3箇所も同じように角を内側に折ります。折り筋をつけたら一度開いて、そしてこの角の部分をこのように軽く持ち上げて、今つけたここの折り筆が今谷折りになっていますが、逆の山折りになるようにこのように折り直して、そしてこの先端の角がここの角に合うように、このように広げております。こちらも同じように、この折り筋が谷折りのところが山折りになるように折り直して、そしてそのまま
このように内側に折ります。先端の部分がこのように四角形に折りたためています。残り3箇所も同じように折っていきます。広げたら谷折りの折り筋が山折りになるように折って、そしてこのままここの角がここの角に向かうようにこのように四角形に広げております。このように4箇所広げておったら、今度は今広げたここの2つの角を外側の縁に合わせるように、このように角を外側に折り返しておきます。これで外側のパーツが出来上がりました。次は真ん中のパーツを作っていきます。まず白の面を上にして、縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけます。開いてこのような向きにして、三角形にも縦と横半分に折って折り筋をつけます。このような向きで置いて、外側の縁が中心の折り筋に合うように一度このように持ってきて、そして全体を折らずに軽く目印程度に折り筋をつけておきます。開いて、そして改めて外側の縁が今仮につけたここの折り筋に合うように内側に折ります。今度はしっかり折ります。開いて、残り3箇所も同じように折っていきます。まず外側の縁が中心に合うように持ってきて、軽く目印程度に折り筋をつけたら開いて、改めて外側の縁を目印でつけた折り筋に合わせてしっかり折ります。残り2箇所も同じように折ります。4箇所折り筋がついたら、上の縁と下の縁をこのように折って、そして右と左の縁もこのように内側に折ります。この状態で角の部分、ここの縁が反対側の縁に合うように、このように角を折り返して折り筋をつけておきます。
残り3箇所も同じように、ここの縁が反対側の縁に合うようにこのように折って折り筋をつけます。こちらはこのように折って、ここはこのように折り筋をつけておきます。そしてここに角の先端がこのようにありますが、この角を外側にぐっと引っ張り出して、このように角を立ち上げてきます。角が立ち上がったら右左と両側に倒して折り筋をしっかりつけておきます。そして折り筋をつけたら、この角を真上に立ち上げて角の中に指を入れるようにして広げて、今ついている折り筋通りにこのように四角形に広げております。そしてこの四角形の下の縁を中心の折り筋に合わせてこのように内側に折ります。この角と角を結ぶここの縁で上の角を下に折り下げます。折り筋をしっかりつけたら、今折った部分を一度ここまで開きます。そして下にあるこの角をここの折り筋のところで上にこのようにめくるように広げて、今ついている折り筋通りにこのように縦長のひし形になるように広げております。上半分の尖った部分を下にこのように折り下げておきます。これで角の処理ができました。残り3箇所の角も今と同じように折っていきます。ここにある角を上に引っ張り出して、左右と両側に倒して折り筋をつけたら、中を広げて四角に折りたたんで、下の縁をそれぞれ中心の折り筋に合わせてこのように折ります。そしてこの角と角を結ぶ線で上の角を下に折り下げて、折り筋をつけたら広げて、下にある角を上にめくるようにして広げて、折り筋通りにひし形に折ります。上の半分を下に折り下げておきます。この部分はとても細かい折り方で、ちょっと細かくて折るのが大変だな、めんどくさいな、難しいなと思うかもしれませんが、この部分をしっかりきちんと折ることで最後とてもかっこいいコマに仕上げることができます。今折っているこの角の部分の処理がこのコマで一番難しい折り方になってきますが、焦らず丁寧にゆっくりでいいので、しっかり丁寧に折っていってください。
これで4つの角すべて折れました。ここまで折れたら裏返します。そして4つの角をそれぞれ中心に合わせております。このように折れたらもう一度裏返して、こちらの面でも4つの角を中心に合わせております。そしてこの4つの角を、この角を、ここの色が変わっている角のところまでこのように内側に折り込んでおきます。角4つとも同じようにこのように少し内側に折っておきます。このように折れたら裏返します。次はこの中心にある角、まず上にかぶさっているこの角を外側に広げて、この状態で角をこのように外側に折り返していきます。そしてこの時にこの角と角を結ぶ線で折るのではなくて、この位置よりも少し内側、ほんの1ミリか2ミリ下がったところでいいので、ほんの少し中心より下にずらして、このように外側に向けて折ってください。残り3箇所も同じように折っていきます。まず一番上のこの角を外側に広げて、そして中心にある角をこのように外側に向けて折り返しますが、この角よりもほんの少し下がったところ、このように折った時、外側の縁とここの縁がほんの 1-2 ミリずれている程度に折ってください。はい、このように折れたら真ん中のパーツの完成です。最後に中心の軸の部分を折っていきます。まず白の面を上にして、縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけます。開いてこのような向きにして、三角形にも縦と横半分に折って折り筋をつけます。開いて4つの角をそれぞれ中心に合わせております。
さらに4つの角を中心に合わせております。そしてさらにもう一度4つの角を中心に合わせております。角と角を結ぶこの斜めの線が谷折りになるように、このように一度折り伏せをつけておきます。この縦と横の折り筋は山折りになるように、このように折り伏せをつけておきます。そしてこの中心が下にこのように沈むような感じで、今つけた山折りの折り筋がこのように中心にぐっと寄るように、このようにして十字の形にしていきます。これで中心の軸の部分が完成です。3つのパーツが完成したので、これから組み合わせていきます。まずこの一番外側のパーツですが、この4つの縁を一度外側に広げます。そしてこの状態で真ん中のこのパーツをこのような向きで置きます。ちょうどこの外側のパーツの角があるところに内側のパーツのこの角も向いている感じです。中心をぴったり合わせておいたら、この角をめくって外側のパーツをこのように内側に折り込んで、そしてこの角を上に戻します。残り3箇所も同じように、一度この部分をめくって外側をかぶせて、そして戻します。4箇所このように組み合わせて、そして浮き上がっている外側の角も折り筋通りにこのように折りたたみ直します。この真ん中のパーツのここの隙間、この隙間に軸のこの角をこのように配置して、角をこの隙間に挟み込んでいきます。4つの角それぞれ隙間に挟み込んで、そしてこの外側のパーツと真ん中のパーツのここの折り目がこのように離れていったら、このようにぴったり下の縁と真ん中のパーツの折り目がぴったり合うように、このようにしっかり折っておくと
コマの形がしっかりと安定してきます。軸がコマの中心にあるようにして、そして最後にこの4つの角ですが、この三角形の角を真上に立ち上げておきます。角がそれぞれ真上に立ち上がって、全体的に形が整ったら、これでコマの完成です。中心の軸をこのようにつまむように持って回すと、きれいにとてもよく回ります。最初に見本でお見せしたように、柄の折り紙を使うことで、回した時のこの見え方の模様の感じが、イメージがいろいろと変わってきます。コマのデザインはいろいろありますが、この回った時の模様の見え方が、個人的にはこのコマが一番いい感じかなと思っています。このパーツの折り方がちょっと細かくて大変ですが、仕上がりはとてもかっこいいですし、回った時の感じもとても素敵なので、ぜひこのコマ頑張って作ってみてください。このコマ作ったよという報告、ぜひコメント欄に書いてくださいね。待ってます。